こんばんは、レルです。今日はロールオフから始めます。でロールオフの壁抜けします。これどっち行こう、オレンジ行くか。オレンジが、お、オレンジあれや、壁増しや。ちょ、なんか粘着されてる。この壁抜けなんですけど、あ、怖っ。捕まれそう。視点をね、まっすぐ向けて、なんだ。視点をまっすぐ向けて、結構ね、大雑把お、なんてやろう。大回りしていく感じ。ね、落ちるときってね、大体ね、その左肩ぶつけて落ちる時が多いんで、だからちょっと膨らむ感じ、ちょっとなんて大げさに膨らむ感じって言ったらいいかな。ちょっと粘着されてるんですけど、ちょっと壁抜けさせてほしいかも。で壁増しはね、またちょっと動画上げるんですけど、ジャンプなし、ダイブなしで全部いけるから挑戦してみて。あのね、ロールオフの壁抜けね、まあ必要なとこ、1個目かな。1個目の壁、オレンジの1個目の壁ぐらいかな。ほんまに必要なのは。まあ1回でもできたら、いい感じですね。なんか耐久とかに使えたりするかもしれん、1回は。ただこの、こっから先は別にそんな使わないですね。まあここら辺はもう遊びで。でまあ、難しいと思うんで、とりあえずね、一番最初はダイブしたらいい。でダイブして、この壁増しやったらダイブして、次のマスに乗ってください、こうやって。ダイブで。1個目ね。まあ、それはね、使いますね、まだ。うん、大穴やった時に使います、たまに。壁抜けは。1個目だけね。壁1個目だけまっすぐ向けて、ちょっと大げさに回って、まっすぐ向けてる方がやりやすいですね。僕はちゃんと視点をまっすぐね。さあこの前みたいにラグったら終わりなんですけど、大丈夫かな。まっすぐ向けて右と左にちょっと大げさに。まああとはね、最近は別にそこまで左肩当たってもそこまで転ばんから、グッて回ってほんまになんか左に入る感覚でもいい。無理やり左に入る感覚。視点まっすぐ向けて OK。でここだけちょっと細いから気をつけんとあかんねんけど、さあ2人、青がどんな形やったっけ。青全然見てない、壁抜けしてるから。あ、なるほど。でここね、ここめっちゃ細いから注意。でこことかはまあいけるかな。さあまあこうやってロールオフとか着てるときに練習したらいいと思います。まあ、今強者サバイバルやってるんですけど、強者サバイバルかロールオフ、ロールコールかなんか。あ、終わった、ナイス。視点まっすぐ、視点まっすぐ。はい、ってことでスライムクライム着てたんで、スライムクライムやります。一番最初はこれね、スラクラね、PC 版が前になるんよね。絶対に。で、PS とか読み込む遅いやつが後ろ行くんで、ちょっとあれなんですけど、一番最初はね、ここの黄色いとこ踏んで、ここでジャンプ合わせると、ジャンプボタンここで押すと、ピョンって、わかりました?上に行ったの。あれ結構強いですね。で、次、風乗ります。風は、後ろ向きで乗る。そしたら、こけないですね。あの子たちみたいに。ここ行って、ここ行って、あ、今のとこちなみにね、ここ行くじゃないですか。この丸くなってる、ま、丸太があって、丸太の頂上からこう下がってるとこじゃなくて、左とか特に下がってるとこじゃなくて、頂上から行く感じで行きます。
ここもね、なんて言ってないのこれ、まあ、延長線上で、まあ、ここのショートカットできないって人はこっちから行くと思うんやけど、まあ、ここでショートカットして、でまあ、真っすぐ向いて、このほんまにど真ん中乗る感じだよね。ど真ん中乗っていく。で届かんかったらダイブやね。届かんかったらダイブ。まあ、ともう一個行き方があって、こっちでもね、多分 RTA とかするやったらこのやり方なんですよ。ハンマー軸で行くやり方。で、まあ、それじゃなかったら、このね、このハンマーに乗ってショートカットすることもできるんで、こうやって。まあ、これも、まあ、練習してても別に、全く使えないわけではないと思うんで、練習してみてはどうでしょうか。で最後は、まあ、最後は左から行って、まあ、途中で右に切り替えてもいいかな。ここら辺的に右行ってこう、まあ、ちょっとショートカットする感じで、はい、以上です。今日はね、久しぶりに配信じゃないとこで一人で3時間ぐらいゲームしてました。ロールオフの壁抜けをね、ずっとやってました。で、これね、最初ね、まあ、黄色ちょっと失敗パターンでいくんですけど、まあ、失敗した時も別にこの途中のとこ乗れるから、ここね、今のとこ、まあ、こうやっていけばいいと思います。ちょっとこれ決めたいな。これちょっとショートカットあるんですけど、いやー無理だ。この左半身をほんまにちょっとこすらせて、いてててて、で真上に飛ぶんですよね、成功したら。今の惜しかったね。ほい、あーこれでもなんかフリッパーやっぱ弱くなったな。絶対無理やん。あのその先のはさっき試したらいけたんですけど、はこことかもショートカットあったりすんねんけど、ちょっと難しいかな。成功したことない。またちょっとチャレンジしてみます。でここもね、さっき言ったやつがあって、まあ、ここでちょっと成功させるわ。やってる人おるな。でもあ、気持ちできたんちゃう。ナイス、めっちゃ惜しいよ。あ、これ今の見た。今のがこのフリッパーのショートカットなんですけど、まあ、右か左どっちかをこのギリギリ擦らせて真上に飛ぶんですよね。フリッパーの威力強くなったから無理なとこは無理かも。ここはまだいけるんですけど、ちょっと難しい。普通にほんまにギリギリ、あ、これほんまにギリギリ。あ、でも分かってきたわ。あ、やめとこうか。ちょっと死んじゃいます。でこのローラーもね、普通になんかもう毎回説明してるんですけど、もう適当なタイミングでもとりあえずあのダイブで合わせたいだけなんで、まあ、こっち向きでも、まあ、それがしんどい人はちゃんとこの見計らってこう右から左行くときに右からこう行く感じかな。はい。ざっくり説明。さあ、ってことで、なんか、ファイナルがスライムクライムになっちゃった。んで、まあ、頑張ります。ちょっと、スタート位置がすごい悪いんですけど。まあ、残りすぎたらこういうのもあるんよね。ちょ、待って。いや、まだいけます。まだいけます。え、何やってんの？何やってんの？怖い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 。もう、あれや。勝てないから、掴みまくっとる。多分ね、あの子らはね、フリッパー掴まんと思う、俺は。だから、お、でも、金魔女ゴリゴリやな。あ、金魔女めっちゃゴリゴリや。ほら、フリッパー掴まんかった。あ、もうこれ、勝てるんですよ、僕。うまい。ナイス。ヘキサめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、なんでヘキサ出た？スラクラでヘキサ出るんですね。なんでも出るか。このロステン出ると思ってんけどね、自分。なぜか、
クラ、スラ、わ、落とされた。スラクラとロステンバッカー。どのスキンやったっけ？どのスキンや。ちょっと覚えてないぞ。あ、でもなんか黒い騎士みたいなスキンかな。多分やけど。あ、おっとおっと、あれやな。やばいやばいやばい、あれやな。あれやな。あれやな、あれやな。この、掴んだ人は覚えてるんで。掴んだ人は覚える。さあ、ペンギンがすごい削っていくけど。オッケーオッケーオッケー。これでちょっと、どうやろ。マジ？オッケーオッケーオッケー。次は削れる。いや、あ、オッケーオッケーオッケー。これ買ったんじゃない？もうオッケーオッケーしか言ってない。ここ 3.5 マスね。 3.5 マス 3.5 マスで渡る。で、次が、まあ、着地点どこに行くかでちょっと変わってくるんですけど、あっちは渡れないかな、誰も。あ、オッケーオッケー。渡れるな、一応な、あれな。あ、渡っちゃったね、あれね。あれ渡っちゃったね。オッケー。で、ごめんね。あの、正面から掴んだら落としやすいですね。エキサはね。あ、ラグい。なんでラグいんや、こんな。さあ、ここも、いや、ここはいいか。ほい。で、ちょっと 3.5 マスで渡っといて、もう勝ち確やん。ナイスー。ここも 3.5 マスで渡れるね、最後。オッケー。ちょっとロステン探しに行きます。そう、これね、まあ、めちゃくちゃ多かったらさっきみたいにスラクラ出るんですけど、ちょうどいい人数になったら大体、なんですか、このロステンが出るっていう、もうほぼロステンモードみたいなモードです、これは。はい。ってことで、ロステンやります。カエル3匹の時は大体左やけどミスった。こっちじゃないからこっち。いや、こっちか。普通ミスった。さあ、そっちもいけると思うけど。どっちもいけると思うけど、俺は。オッケーオッケーオッケー。ってことは、まっすぐで、左ではないでしょうか。あ。あ。真ん中？あれ、どこで合流した？いやー、ロステンね、僕ね、あんまり知る。絶対そっちやん。ここしかないやん。ロステン、ちょっとあんまり僕知らないんで、まだ。またなんかね、ルートとか解説できそうやったら動画出します。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。